ではですね、時間になりましたので、こばけんさんで本当にあったスキーマンの話、ソーシャルゲーム、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にアピカスキーマという題して、話させていただきます。コバケンと言います。ツイッターのアカウントとかあと K フライ8って名前でやってます。モバイルファクトリーという会社でアプリケーションエンジニアやっています。で、五反田に会社があるんで、五反田界隈で勉強会とかやってるんで、もしよかったら足運んでもらえればなと思います。あと、ヤプシースタッフをやっています。で、大事な連絡、ブログを書いていただければなと思うんで、ぜひ書いていただきたいです。僕の話は別として、他の方の話をぜひぜひ書いてもらえればと思います。というわけで、今日のアジェンダなんですが、ゲームのコンテキスト結構まあ、共有するのは難しいんで、まず最初に、簡単なスキーマの話、スキーマそもそも何だろうっていうところから話して、で若干こうパイを狭めていって、ソーシャルゲームの話を絞り込んでいきます。さっきちょっとこうザクッと話した感じだと、ゲーム書いたことないやっていう雰囲気だったんですけど、そうで合ってますよね。ゲームバリバリ書いてるって人、その感じよし、じゃあいきます。じゃあスキーマっていうと、スキーマはそもそもこう、DB にデータがどう入ってるかをこう定義しているものです。で、どういう時にこう状況が変わってくるかというと、まず誰が使うかによってスキーマの抽象度が変わってきます。これすごい簡単な、ユーザーテーブルなんですけど、あまりにも簡単なんですけど、ネームっていうのがプライマリーキーにあるようなテーブルで、属性で持ってるのは、年齢だけ、バーチャルの2語でプライマリーキー貼ってるような変なテーブルなんですけど、ここで言ってるのは、すいません、次、もし人がこうスキーマを定義するんだとしたら、さっきのスキーマはユーザーをユーザーから占めてるのは名前、それ以外のものは何でも関係ない。名前がこのユーザーを定義している。で、あとは年齢を持っているっていう属性がある。で、パールがこうどういうふうにデータが入っているかを示すんであれば、スキーマファイルを定義したりします。テングであれば、テングスキーマデクレアを使って、ネーム、プライマリーキー、カラム、あとアプリケーションで使いやすいようにこうインフレートデフレートを定義してあげたり、あとはそのハッシュレファレンスそのままだと扱いにくかったりしたのが、ロークラスを作ってあげて、アプリケーションがいじりやすいような形にパールだと挟みやすくなります。で、とはいえ3つに共通していることは、データベースにどうデータが入っているのか、それを定義しているだけです。で、スキーマ今まで定義したこといっぱいあると思うんですけど、何をしたいかによってやっぱ状況変わってくると、スキーマ定義が変わってくると。例えば誕生日占いがしたいと、さっきのスキーマであればエイジっていうのを属性に書かれてましたけど、年齢は、バースデーがあれば出せると。で、誕生日占いって言ってるんで、そのまま分かりやすいかな。で、意味的にはさっきのスキーマ、ネームがプライマリーキーにあって、年齢っていうのを属性に持つっていうのは変わらない。で、やりたいことによって変わってくるっていうんで、パフォーマンスを良くしたい。で、例えば佐藤健太って名前で検索してあげたとすると、で、佐藤だとちょっとインデックス効率が悪いんですね。
砂糖の被りが多い。なんで、まあ、砂糖をこう発射かましてあげて、まあ、例えばママ発射かけてあげて絞り込んであげたりとかすると少しインデックス効率が上がったりとかするだろう。このリンクさっきアドベントカレンダー見てもらうと結構いいかなと。さっきのユーザーテーブル見て気持ち悪いと思った人いますよね。そんなことない。いや、それはそしたらちょっと問題あると思うんですけど。例えばツッコミとして同姓同名の人がいるよねとか、まあ、和田祐介っていう名前があったときに、まあ、もう一人ぐらいいるかもしれないと。で1、2ってこう区別するための識別子を与えてあげたりとか、和田祐介以外にこう属性を与えてあげて、ユーザーっていうのを定義してあげようと。住所であったり出生時刻であったり。でもし和田さんが双子であったら、まあ、住所も出生時刻も同じなんですよ。で同姓同名にしちゃったら区別がつかない。でじゃあメールアドレスで区別しようか。でもそれってメールアドレスを使ってる人は複数にいるかもしれないよね。じゃあ裁判、オートインクリメント素直に使ったりとかする例あると思うんですけど、まあ、今のこの出生届の例だったら、役所っていっぱいあるんで、どこがマスターのデータに、まあ、マルチのマスターになる状態なんで、それこそ国が違った場合は全然強調し合うことができない。でもその名前が決まればユーザーが決まるっていう定義を認めるんだったら、その和田祐介っていうのはただ一人だけっていうことが分かる。それ以外の情報はない程度、まあ、住所は不明だし出生が不明なんですけど、まあ、そんな感じ。あまり住所不明とか出さない。でさっきのテーブルは一応気持ち悪いことはないのかな。ちょっとしつこいですけど、まあ、和田さんとユースケベイさんは別のユーザーってことになるんですよね。あと千と千尋の革命隠しだったら名前を外したとき、湯婆婆の元で働かないといけないですけど、その名前がなかったらユーザーではなくなるっていうのはフェリクスも考えられなくはない。だいぶコンテキストが違ったかな。じゃあまとめとしては、一旦スキーマっていうのはデータベースにどうデータが入ってるかっていうのを定義してます。で、まあ、ここから頭の中にはどういうふうにスキーマが定義していこうかとか言って考えてたと思うんですけど、ゲームの場合って、まあ、法律とかにあんまり縛られてない、まあ、自分の裁量でスキーマ定義しやすい。で、まあ、結局スキーマ定義するんですけど、それが面白いかどうかが問題になる。面白いっていうのは遊んでくれるユーザーの人が。でソーシャルゲームの特徴ですけど、ユーザーの人はクライアントからサーバーにこうアクセスしてあげて、例えばダンジョンを選んで戦って保証を得るっていう、こう都度都度通信をして一連の流れでゲームサービスになる。例えば、まあ、Twitter であったりブログであったり記事をセレクトしてきてあげて、それでサービスとして成り立つわけじゃなくて、あちょっと今ブログやってる人にはなんか迷惑な言い方とかしたかもしれないですけど、まあ、ソーシャルゲームの場合はいくつかの通信を挟んでゲームサービスになります。でそのクライアントとサーバーがあるんで、まあ、都度都度通信するってことで即時性が求められるようなゲームは作りにくいんですね。例えばスマブラは作れないです。で通信速度をどんなに減らし、あ通信の速度をどんなに上げても、あと頻度を下げたとしても、まあ、光の速さは変えられないんで、反射神経を求められるようなゲーム、すごい FPS を求められるようなゲームは作れない。でもまあ面白いものを作って遊んでもらえるように、例えばパズルであったりクイズであったり、それを考える時間をわざと提供することによって面白いと思ってもらえたり、
あと表現であったり、まあ、通信を間引いたりすることで、ゲームの体験を提供してきます。例えばモンスターストライクっていうミクシーさんが出してるゲームとかなんですけど、まあなんかこう離れた人とこう同時に遊べるんですね。すごいんですよで遊ぶんですけど、そのモンスターが動いてる座標をつどつど送るっていうんじゃ、まあ、ありえないぐらいこう通信しなきゃいけないものが多くなると。それは嫌だから、まあ、どういう方角で、でどのぐらいの力で引っ張ったかっていう初速度と、まあ、角度さえ出せばある程度出せるようになってる、まあ、共有し合えるような状態になって通信の情報を減らして協力体制ができるようになってる。ちなみにモンストやったことないっていう方がほとんどって感じですかね。やったことあるぞって人、あ、すいません、よかったですあ、僕ミクシーのものではないですでまとめると、そのまとめるじゃない、またちょっとこう技術的な話でいくと、まあ、ユーザー一連の流れで、まあ、行動することによって何らか嬉しいって思ってもらえるようなことを提供するんで、まあ、対価をこちらとしては提供しないといけないんで、その対価を作るためにアップデートを結構やります。で、まあ、その対価を誰が得るかっていうとユーザー自身なので、講習の対象はユーザーが多いです。自分自身に対する、まあ、行ロックをするような更新が多い。この辺の性質をよくまとめたスライドが松信先生のスライドであります。よいしょ、休憩ソーシャルゲームの、コンテキストと、まあ、スキーマって何ぞやって説明したんで、ここから、まあ、弊社で実際にあったスキーマを見てもらいます。ちょっと恥ずかしいところもあるんですけど、まあ、しょうがないんで。昔こういうテーブルがありました。まあ、スキーは、まず裁判するようなオートインクリメントで、そうですね、裁判するような、テーブルで、まあ、すごい属性をいっぱい持ってるようなテーブルがありました、昔。まあ見るからにいけてないで、まあ緩和追加すぎやで、最近多少マシにしたくて、今このユーザーテーブル実際に動いてるやつであるんですけど、変わらない、ほぼほぼ変わらない情報だけをまとめてあげて、利用中のユーザーかとか、あとバンされちゃったユーザーかとか、そういうイナムを持ってるようなテーブルですね。で、追いやった属性は、例えば更新頻度の高いその HP であったり行動力であったり、そういうのを、別分けにしてあげています。で、意味的には後付け、そのやろうと思えば、まあ、バトルで使うポイントであったりとか、ストーリーで消費するポイントとか、それごとに分けることもできるんですけど、まあ、一旦こういう更新頻度の高いポイント類で別スキーマに分けた、まあ、分けた理由は、素直で、キャッシュの効率を上げたい、よくユーザーテーブルは引くん で、あとこれも結構コードを見るより大事なんですけど、責任範囲を小さくしてあげたい。で、もしこうゲームの仕様が増えてポイントが増えたら、まあ、インデックスは、式は変わらないんですけど、データの絡まが増えると、まだまだ改善できるかなっていう状態なんですけど。で、
あと他の例、例として2つ挙げました。カードと称号を挙げました。で先に次カード昔こういう程度がありました。所有者を表しているユーザーユニット、まあ、カードの所有者を表すユーザーユニットっていうテーブルと、ユニットっていうテーブルと、あとユニットベースっていうテーブルがありました。でこれ実際にペロッと押す名前です。これユーザー ID と誰が何を所有してるかっていうようなテーブルです。で、これはユニット、まあ、育ったカードの情報体ですね。元になるカードのデータと、まあ、育ったことによって攻撃力や防御力、あとそのカードのコストとかを持ってます。で、これが元になるデータですね。まあ、どんな名前のカードなのかとか、そのカードにまつわる説明であったりとか、あとはレイアウトとか、そういうのが入ってます。で、まあ、育ったカードとカードを所有している人のスキーマが別になっています。で、まあ、トレードをしようとして入れたいんだったら、所有者を変えてあげるっていう感じで実装しています。で今は、まあ、トレードが昨今ちょっとなんかリアルマネートレードであまりよくは思われてないんで、トレードの仕様がなくなったと。で2つだけにしてます、まあ、所有者の情報と、元になるカードのデータだけです。で誰がこれ何ですか誰が何を所有しているかっていう感じで書いてます。で、さっき、育ったカードの情報を持ってた場合は攻撃力とか、防御力とかを持ってたんですけど、今回の場合は持ってなくて、例えば、これですね、経験値だけ、これくらいしか持ってないですっていうのは、その攻撃力とか防御力とかをその元になるユニットのデータから、カードのデータからその計算で算出するようにしてます。で、まあ、どうしてそういうふうにしてるかっていうと、ゲームレベルのデザインの調整のしやすさ、その元線を1個にしてあげて、でそこさえ変えれば、まあ、ゲームのバランスの調整ができるようにしています。その攻撃力とか防御力をユーザーの所持情報に持ってたら、全体に対してアップデートをかけなきゃいけなかったりとかするんですけど、どうやって成長してたかっていう情報を持たせるだけにして、あとは元線で管理したりとかします。結構ゲームのバグって、そのただアプリケーションのコードが間違ってるだけってだけじゃなくて、そのちょっとしたまああれですけど、100円で買えるアイテムを150円で売れたら50円得するじゃないですか。それをやり続けたら、まあ、ありえないっていう、どうしようかなあれも昔のゲームとかで、コンソールゲームとかだとわざとその無限増殖とか用意しておいて、まあ、ゲームの面白さを上げたりとかするところもあったりとかするんですけど、例えば風来の試練とかで、まあ、無限アイテム増殖とか、あまりにもあれですけど、そういうのがあったりとか。最後、称号、ユーザーが、まあ、ごめんなさい、ユーザーがレベル10とかになったら、10になったね、おめでとうっていう感じの称号をあげるわけですね。で、昔はこう、まあ、どんな称号があるかっていうのをイナムで管理して、でいくつになったらその称号を与えられるかっていうのを保持させたりとかしたんですけど、まあ、結構、まあ、そうすると、例えばカードごとにあるカードをレベル10にしたらとか、カード D をレベル10にしたら、カード C をレベル10にしたらとか、なんかこうめちゃめちゃデータを作んなきゃいけなくて、それ嫌だよねっていう企画の人がやっぱり言うわけですよね。 Excel でガガってこう作ればいいんですけど、
まあ、その元になるデータも結構プログラムとしては大事、扱いやすい状態に持ってきたかったんで、今はあの証拠に元になるようなテンプレデータを用意してあげて、でそのテンプレデータを舐めてあげて、証拠を作るみたいなことをやってます。ゲームデータを作りやすくするっていう要件、やりたいことを叶えるために作ってます。で、他にも今説明した以外にもこうちょっとしたスキーマの工夫とかあるんですけど、例えば ID、まあ、裁判すればいいよねっていうのもちょっといけてない。なんかカバリングインデックスを使えるようにしてあげたりとか、あとはパーティションもデータ量がどうしても増えてしまうところがあるんで、結構計画的にやったりとかしてます。で、例えば十分説明前後しちゃいますけど、この風黒さんの記事はめちゃめちゃ本当にめちゃめちゃ分かりやすい、素晴らしい。ぜひ見てください。俺のスライドがなくなった。そう、例えばランキングのデータとかで、まあ、ユーザーとスコアさえあればよかったりとか、そういうのがあります。だそうです。で、実装の指針的には結構、まあ、モデル層の話なんで、ここら辺は、大きく2つの役割を用意してて、複数のテーブルを管理するような、パッケージモデルっていう空間を用意してあげて、あともう1個は、データを直接操作するようなレイヤー、まあ、ここは便宜上 DB って言っておきますけど、データの操作の責任を持っているようなレイヤーを用意しています。で、その各々関心があるのは、モデルの方はゲームのロジックの方、まあ、ビジネスロジックの方に関心を持ってて、で DB の方は、技術レイヤーに関心を持っている。まあ、処理の流れ的には、コントローラーから何々くれとか何々したいって言われたら、それをモデルが最初に受け取る、ビジネスロジックの方が受け取って、でそれを DB の方に伝播してあげて、マイスケールとかレディスとかメモキャッシュ D とかからデータを受け取ってあげる。これはよくある MVC のモデル方の流れです。で、じゃあビジネスロジックって言ってもちょっとこういくつか分類してあげる必要があると。ビジネスロジックって何ぞやとか、まあ、なんかそのチーム内でコンセンサス取るんだったら、いくつか、まあ、こういう傾向があるよねっていうのを分けたり、例えば、ここの例だと、まあ、リードもライトもあるようなオブジェクトは、であったりとか、あと、まあ、リードオンリーなオブジェクト、あとそれらをこう複数寄せ合ったような、オブジェクトを用意したりとかします。で、例えば、今だったらゲームってコンテキストなんで、ゲームの特にカードゲームなんですけど、バトルをするっていうんで誰が戦うかっていうんでファイターがいるんですよ。で、ファイターが持ってるスキルとかは、別に書き換える必要がないデータ。で、ファイター同士がこう戦っていくことによってファイターはダメージを受けて、ファイターはこう HP が減っていくっていうのを表してありました。で、そういうファイターの集まりとかスキルとかをも全部いい感じにしてくれるのがバトルっていう名前空間にあります。これ今更気づいたんですけど、マイクあんまり入ってないんですよね。後ろの方聞こえてますか？で、ここ、まあ、パールの話全然してないですね。DB の方だったら、エクセプション結構投げるような形で作ってます。その例えば天狗を使ってるんですけど、僕らだったら天狗のハンドルエラーをオーバーライドしてあげて、デッドロックとかデプリケートエントリーとかよく、まあ、起きてしまうようなエクセプションはありますけど、そういうのを、アプリケーションが使いやすいように投げ直したりとかしてます。ソムさんのブログとかそういうのばっかりやすく書いてあ
でこうさっき話したバトルっていうのは何やってるかっていうと、なんかスキルを持った人が体をなして相手が自分かどっちかが攻めするまで HP のステータスを削り合うってことをやってるんですけど、これゲームのループですね。まあ、最大の単数までこう削り合うわけです。これ基本的な、ゲームロジックで、まあ、なんか終了条件になるまでループしてあげるっていう書き方をしてます。ここちょっとこう、まあ、素朴な必要なデータ取ってきてるんですけど、まあ、自分と対戦相手のファイター情報を取ってきてるんですけど、ちょっとなんかデータベースを MySQL とかをなんかその技術例をちょっと意識しすぎてる感じがあって、なんかいけないと。でロックの順序とかちゃんと制御してあげないと、あのデッドロックとか起きちゃうんで、マネージャークラスとかを用意してあげてます。処理の見通しも良くなるんで用意してる。まあ、あまり見た目は変わんないですね。共通するオブジェクトを持ってくることによって、な他の人がバトルするときでも、どういう順序で、ロックするかっていうのを、あとロックのし忘れとかも防げたりとかするのでおすすめです。これ最後の例です、すいません。これトーナメントのバトルです。まあ、ここら辺まで来たと面白いのに崩れてますけど、まあ、あのなんかテニスのトーナメント表とかそういうのを想像してもらうといいんですけど、まあ、1回戦誰が戦うとか2回戦誰が戦うみたいなことをこうゲームで表現してる、表現したいと。で、まあ、日曜日の0時とか迷惑な時間にこうトーナメントが開始するんですけど、まあ、ユーザーとりあえず操作しないんで全部バッチで処理してます。こう誰と誰が対戦するかっていうのを保持してて、で対戦に必要なデータを、別のテーブルに保持しておいて、それを食わせてバトルさせるみたいなことやってるんですけど、そのあ普通のゲームどうなのか分かんないですけど、まあ、ゲームっていうとなんかちょっとしたランダム性があったりとかするんですけど、まあ、これバッチで誰もユーザーが操作しない状態なんで、まあ、面白みを出すためにまあ、戦略にこう振り切っちゃってランダム性そのものを削ってあげたりとか、あと疑似乱数使ってるんで、まあ、シードが共有されてれば、まあ、対戦結果は変わらない、まあ、これとこれの組み合わせこの人が見た時にと同じ反転してあげて組み合わせこっちで対戦結果が異なったら困るんで、そういう乱数の共有してあげたりとか、あと前というかこれ結構大事なんですけど、1回戦から最終的に優勝の人が決まるまでがこれトーナメントの集計として成り立たせたいことなんですけど、まずそれ全部トランザクションに入れると結構でかいトランザクションになっちゃうんで、小さいトランザクションにしてあげて、小さいトランザクションにしてあげて、まあ、巻き戻ってもそんなに大きなアンドゥーログにならないように工夫してあげてます。で、優勝するまで決定できないんで、優勝するまでが、やりたいことなんで、対戦の状況を監視してあげて、まだ対戦が終わってないところを見てあげるみたいな感じで、どんなトランザクションを分割してあげてます。で、まあ、ロック取り合っちゃうと、まあ、エラー起きるんで、まあ、左側の組から対戦してあげるとか、
誰からこう6個取っていくかっていうのを、優先順位立てしてあげたりとかしています。でバッチで処理してると大体自分でデバッグもしづらいんで、どこで問題が起きたのか分かりにくくなってくるんですね。まあ、でどういう状態で問題が起きたのかっていうのを保持してあげるようにしてます。大丈夫、もう終わるよで、はい、まとめです。スキーマは DB にどうデータが入っているのかを適切なものです。で誰が使うか、何をしたいかで変換してきます。で式に注目するようにしてます。でソーシャルゲームは、クライアントサーバー型のゲームで、更新が多めで、更新対象は自分が中心です。で、まあ、ゲームならではのコンテキストとしてそのゲームの調整がしやすいようにしてあげたりしています。で実装はその複数テーブルが絡むことが結構多いので、マネージャーを用意してあげるであったり、そもそも一気に全部トランザクションをかけるのめんどくさいんで分割してあげて、小さなトランザクションを全て終わったかなって監視してあげるような形で書いてあげたりとかしています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では質問などある方、手を挙げていただいていいですか。逆に質問なんですけど、実際にユーザーユニットとかああいうテーブルで運用してる会社とかってありますか。いや、かなりコンテキストが高い質問なんですけど。あ、そんな感じですか。所有者、いや、一応分けてなかったですね。分けてないという、まあ、所有者ごめんなさい。そうですね、基本的なところは、まあ、大体同じような考え方かなと思うんですけれども、どうだろう、ユニットとは所有者情報別テーブルで分かれてはいる感じですね。で、まあ、その辺のどうやってその紐をしているかというところで、やっぱり今ユーザー ID とかの辺を使っていたっていうような作りになったと思います。あ、あともう一個質問していいですか。あの俺が質問してどうするいや、もうID をあんまり使わないゲーム運用してる会社とかって、いや、ID 嫌いっていう人とか、まあ、これは自動発売のサロゲート機でしょ。あ、そうです、そうです、そうです、嫌いっていうのは大体ついてるかな。うん、明らかに意味的にキーがこれとこのキーとこのキーで、まあ、これがあの明らかにそのデータベースの意味的にキーがこの2カラムでキーだよっていうものは、まあえてつけないんですけど、そうでないものは、まあ、運用上例えば狙って消したいとかいうときに、まあ、安全に狙えるとか、そういう利便性をとってオートインクリメントの機能をつけてることの方が多いかなとは思います。まあ、僕の見た範囲ではあります。ありがとうございます。他に何かあります、質問等。じゃあついでに、あ、はい、カードの例えば戦闘力みたいな数字を、はい、あと以前は全部のカードに数字をこう持たせてて成長するごとに、はい、でそれを計算式に変えたっていうことなんですけど、はい、そこでゲームバランスの調整で後から計算式を変えるとユーザーが持ってるカードが変わるわけじゃないですか。そうです。その場合のクレーム的な話はどうなのかなとか思ったんですけど、まあ、ユーザーから見るといきなり持ってる数字の数字が変わっちゃうわけだから、そこはゲームバランスの調整です。で、なんかそれで納得できるものなの、まあ、平たく言うと、まあ、土下座ですよねまあ、土下座するときにアップデートかけるよりは
ていうことですね。そうですね、まあ、どこら辺のバランスはちょっと規格寄りなところがあります。どうしてもこう現場破壊してしまうような変更が、バグデーということですね。そうですね、マスターデータに入っちゃってものすごく強すぎるカードが存在した場合とかは、その全体で見るとそのカードがいることの方がゲームの寿命を縮める、楽しくなくしてしまうんで、アップデートをかけることはあります。じゃあそれでユーザーのデータに対して全部アップデートを流すよりは計算式でやってた方が、まあ、どっちにも土下座するんですけど、そうですね、楽なのはそっちっていうことですね。あ、分かりました、ありがとうございます。はい、その他質問などありますか。あ、すみません、さっきのユーザーユニットに対して攻撃力とかを保持してたときに、後からこう修正するときにどういうふうな履歴で、例えば合成とかで成長してたかっていうのを履歴取っとかないと、どこから途中から不具合が起きてた場合とかに立ちが悪いんで、なんで、まあ、どういうふうに成長したかって履歴を取っとくのは、それはそれでちょっとデータ量が増えてくるんで、まあ、どっちもどっちなんですけど、この場合は、後から、まあ、計算しやすい方に倒しています。もし他何かあったら、他にありますか。はい、じゃあ以上ということで、はい、こばけんさんどうもありがとうございました。